はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の確率変数の和と積丸1をお送りします。で、前回までで期待値やって分散と標準偏差終わったので、ここからちょっと和積をやっていくんですけど、で、まず今回1問だけです。で、この同時分布、これの書き方を今回覚えてもらいます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてこの問題やってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、最初にも話したように、まず同時分布、これちょっとね、書き方を覚えてもらいたいんですけど、やってることはすごくシンプルで、2枚の硬貨、まあコインとか硬貨だね、があって、同時に投げる、それを2回やります。2枚をポンって投げるのを2回やると。で、1回目の時に表の出る枚数を X、 2回目で表の出る枚数を Y とする時に X と Y の同時分布を求めようと。だから今まで確率変数が1個だったんだよね。 X の確率分布書きましょうとか Y の書きましょうってやってきたんですけど、 X と Y2 つ確率変数があって、それを同時に確率分布を書きたいと。だから同時分布っていうんですけど、まあ、それを書いていきます。ただこれね、知っとくと全然余裕なんですけど、どんな評価、まあね、なって言うと、ちょっとね、でかくなるんですけど、これに書いこうか。これ絶対に曲がるんですが、お許しを。ね。でね、ここが、こういう風になって、まあこんな感じです。こっち側 X のこっち側 Y で考えていきます。で、2はまあ、両方ともね、同じことをやってるんで変わらないんですが、例えば X、これ表の出る枚数なんで、結構、まあ、2枚しか投げてないでしょ。だから全部裏だったら表0だし、表1、表2まで出る可能性があるでしょ。だから、0、1、2って書きます。今まで確率分布でこうやって0、1、2って横に書いてたのを縦に書く感じ。今、こっち X はね。で、同様に Y の方も考えると、 Y も表の出る枚数の話しかしてないんで、0、1、2しかないんだよね。で、それを横に書きます。0、1、2ですね。で、止めてこうして曲がってるでね、ここに K が来て、ここに1が来ます、最後。で、あとは埋めていくんですけど、まあ、これが同時分布の書き方ですね。ひとまず大まかなね。で、何やっていくかっていうと、X が0、Y が0の時いくつ、X が0、ごめんね。X が0、Y が1の時いくつっていう、1、2、3、4、5、6、7、8、9項目全部計算するんです。で、OK っていう感じ。で、まあ、もちろんね、学校の先生によると思いますし、まあ、わからないんですけど、基本的にこれ同時分布書くだけで済むことが多いので、まあ、これね、暗算できるんですよ、実は。ここに関しては。なんですが、まあ、一応何項目かだけ書いてみます。書き方と一緒にね、覚えてほしいっていうのもあるので。で、例えば、ここです。左上のところ。書くとしたら、まあ、確率を出したいので、P でしょ。で、書き方としては、X が0で、y も0だから、こういう書き方をします。x が0、y が0。で、これどう計算するかっていうと、まず、x が0になる確率を考えます。x だけね。で、今、2枚のコイン投げてるでしょ。ちゃんと書くんだったら、樹形図か、まあ、一応書こうか、最初。表。表裏。裏。表裏だから、2枚しか投げてないんでね、分母4なんでね、4分の。で、0っていうのは両方裏の時だから、ここだけだから4分の1なんです、今。X が0になる確率は。で、当然、X が0になるのが4分の1だったら、Y が0も4分の1だよね。で、それが同時に起こんなきゃいけないじゃん。X が0になんなきゃいけないし、Y が0になんなきゃいけない。で、それを計算すると、4分の1かける4分の1になります。これは両方起こらなきゃいけない。まあ、数の状態ね。
x が0かつ y が0と。だからこういう計算をします。で16分の1みたいな。でそれを埋めていくのかって。でもうちょっとやっていこうか。じゃあここ行こうかね。 px が0 y が1ですね。で x が0はさっき出したので4分の1です。で今消しちゃいましたけど、1っていうのは表が1回出るやつで、表が1回のはさっき書くとね2箇所あるんで4分の2になります。で16分の2。で自分はですね、同時分布も約分必要ないと思ってる人間なんですが、もしまあ学校の先生とか、まあ、みんながね教わってる方が「いや約分しろよ」みたいな言われた場合はそっちに合わせてください。それで減点食らっても嫌なんで、ね、もったいないからさ、まあ、計算上楽なんでねこっちの方が。でこうなる。あともう一箇所ぐらいいくか。で x が0の最後 y が2と。で0は4分の1で、 y が2っていうのは表が2回で、それも4分の1なんだよね、両方表だからさ。でこうなるので16分の1、つまりここ16分の1ですよって。で横のライン、これ縦もそうなんですけど、横のラインが全部揃ったらこれ計算してここに書きます。だから今16分の121だから16分の4と。であとは6箇所埋めていきましょう。でここはちょっと暗算でお許しください。10だからこれ01と同じだからね、結局ね16分の2で、11は4分の2かける4分の2になるので16分の4になります。こうで12に関しては16分の1かける間違った、16分の2かける16分の1かになるから16分の2となります。で一応足しちゃいましょうか。16分の8ですね。こうなる。で20は16分の1で21なんで16分の2で22だから16分の1となってこうなります。でちなみに縦も足しちゃいましょう。ここ121だから16分の4、242だから16分の8、121だから16分の4で、ちなみになんですけどこれ足し終わったらここ足したら1、ここ足したら1になってなかったらどっか間違ってます、その同時分布。今は484、まあ484同じなんだよね。で、足すと16になってちゃんとね、1になるから OK だよと。で、結論から言うとこれが答えです。これが同時分布っていう書き方になります。いいかな？まあちょっとね、この1問だけの動画っていうの申し訳ないなと思ったんですけど、ひとまずちょっと板書量が多くなってしまうのと、まあ覚えておけば取れるというところでもあるので、ひとまず今回はねこの同時分布の書き方を覚えてみてください。では今回は高校数学数 B の確率変数の和と積丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回丸にちょっと続くんですが、違うタイプのね少し問題をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。